大阪産業大学体育会ラグビー部は、関西大学ラグビーリーグ戦の B リーグに所属する大阪産業大学のラグビー部。2008年度の入れ替え戦で、近畿大学を24-17で下し、2009年度シーズンでは、初の A グループへの昇格となった。しかし、A グループでは振るわず、シーズンを8位で終了することになり、 入れ替え戦で前年は勝利した近畿大学に69の10で敗れ、わずか1年で B グループへの降格が決まった。2020年12月5日、関西大学ラグビー A リーグの節南大学と B リーグの大阪産業大学で4年生部員計3人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反の現行犯で兵庫県天ヶ崎南警察署に逮捕された。 同署によると5日午後1時6分、警察官が天ヶ崎市内の路上で停車中の車内にいた3人へ職務質問。ポリ袋入りの大麻草 1.027g を確認したところ、吸うために持っていましたと容疑を認めた。関係者によると3人は高校時代からの友人で、第3代は部員1人の逮捕が発覚後、ラグビー部が他の部員に対して面談を実施。 同大学によると、その他の部員の対魔所持は認められなかったという。両大学は12月24日に、公式サイト上でコメントを発表し、第3代の吉川工事学長も、学生に対し、薬物乱用防止、法令遵守の徹底等の指導を進めている中での、このような事件が発生したことは誠に遺憾であります、と記した。 同 B リーグの第3代は12月6日の5位、決定戦を棄権し、6位が決定。ありがとうございます。